ははい皆さんこんこにちはジョーです今日もですね東京の方から配信をしていきたいと思うんですが今日ですねかなり仮想通貨そしてその中でも特にアルトコインソロ、まあの中心としたアルトコインが大きな上昇を遂げているのでその背景なんかについて皆さんにご紹介をしていきたいのとあとはですね今週そして来週に関しては結構重要な いろんな経済指標が、まあ、来週なんですけれども出てくるのでそこについてのスケジュールというところもですね確認をしていきたいと思います。まあ、あとはちょっと今日部屋の関係もあってですねなかなか照明だったりとかマイクとかも含めて、えー、あまりしっかりとしたセットではないんですけれども、まあ、ご了承いただきぜひですね動画最後まで見ていただけると嬉しいなというふうに思っております。はいでまずはですねヒートマップの方から見ていきたいと思うんですが、まあ、こんな感じでですね全体的に非常に 緑な一日をですね、過ごしていけれているわけなんですけれども、まあ、これは先週のですね、ジャクソン・ホールからのまあ強気相場継続というところも1つあると思うんですが、1個、ですね、大統領選挙に関連したすごく重要なニュースがこの週末に出てきているので、まあ、それがですね、このマーケット全体に対してのポジティブなインパクトに変わってきているんじゃないかなというふうに思います。今日はそういったところを中心に。 ご紹介をしていきたいと思うんですがまずはですねちょっと皆さんと一緒にチャートを見ていきましょうこんな感じでですね空ナに関しては2日連続ですごい勢いで伸びているわけなんですけれどもちょうどこの161ドル近辺というところはソラナにとってはここ最近すごくレジスタンスにここではなっていたりとか、まあ、あともうちょっと前のタイミングではすごくサポートになっていたラインでもあるのでそういったテクニカルの観点からもすごく今重要なポイントに来ているんじゃないかなというふうに思います で一方で、ビットコインに関しましては、今日はですねそこまで伸びれてないんですね。なので、今日はやっぱり、まあ、ソロナですとか、あるところに中心の相場に、まあ、なっているような、今、市場環境にはあるのかなと思います。で、ビットコインもですね、こうやってちょっと上値が重い環境にはなっているんですが、まあ、一方で、イーサーに関しては、えー、昨日のですね高値を更新してきていて、まあ、ここ最近、非常にビットコインと比べると、パフォーマンスが悪かったんですが、 好調ななな日日をですすねね今日は過ごしていいいるととううような感じかなと思います、ねえー、ここ最近2週間ぐらいの高値というところを一旦超えてきて、えー、この2800ドル近辺というところを一旦奪還して、えー、3000ドルまた回復できるかというところが一つ大きな注目のポイントにはなってくるんですが、まあ、やっぱりもう少し何かしら材料が欲しいかなというのが正直なところかなと思いますねで一旦のちょ後ほどちょっとご紹介するんですけれども、まあ、選挙関連のポジティブな材料っていうのはやっぱりまだ選挙 長いので、ね、長丁場なので、ポジティブな材料が出て、それでボーンと今、まあ、例えばそれで空が上がったとしていましょう。それが継続して上がり続けるかっていうと、まだやっぱりそうは簡単にはいかないと思うんですね。なのでやっぱりマクロの関連のポジティブな情報だったりとか、まあ、あとはいろんなポジティブな関連情報が出てこないと、この上昇っていうのは維持できないんじゃないかなと思うので、まあ、逆に絶対下がっていきますよっていうわけじゃないんですけれども、 やっぱりもう一度上がっていくには少し時間が必要な可能性はあるのかなとで。ただしもう一個言えるのは、こういった関連なニュース、もしくはポジティブなニュースというのが、金曜日、そして土曜日、週末に入ってきているので、週明けはですね、一旦こういったものを受けて、もう一度上がっていく可能性は十分あるんじゃないかなと思うので、短期的な急騰というところはですね、一旦期,あの期待できる可能性はあるのかなと思っています。で、その短期の波に乗っていくというよりも、 我々がちゃんと気にしておかなければいけないのは、長期的に自分が取っておきたいリスクの分量というものをですね、取れてるかということだと思うんですよね。で、やっぱり今上がっていくのであれば、このタイミングで買いたいけど、どうしようという人も正直いると思うんですよ。なので、そういった方に関しては、今買いたい理由ですよね。もうすでにたくさんビットコイン、イーサレム、ソラナ、もしくはそれ以外のトークンを持っているのであれば、 やっぱり調整しないといけない幅、調整したい幅っていうのは少ないと思うんですけれども、全く持っていないのであれば、やっぱり買わなきゃいけない、買いたいっていう気持ちを、まあ、抑えるのはなかなか難しくなっていると思うんですが、まあ、結構ですね、ここ最近ステーブルコインの大量発行ですとか、入り下げがある程度近くなってきている、そして大統領選挙が11月ですよね、まあ、あと2、3ヶ月後に決定してしま,しま,しま,しまいますけれども、まあ、ある程度そういった起爆材料が もう目の前まで来ていて、本当にですね大きな相場がいつ来てもおかしくないような感じにはなっているので、ちょっとですねそのバブル、強気相場というところに入っていく前の段階でもう時間がですねちょっと待ったなしの感じになってきている感じはちょっと正直あるのかなと思っているので、どうリスクを取ってくるのかというのは、一つ重要なポイントではあるのかなと思うんですよね。 で僕はですね、毎日現物を買っているので、そういったドルコースト平均法と言われるような、やっぱりですね、日々ボラティティが非常にあるので、そういったことを少しでも平準化するために、日々ですね、同じぐらいの金額を毎日買っていくことによって、こういった上がる日も上がれば下がる日もあるので、そういった動きっていうのはある程度平準化して、ポジションを積み上げていくっていう方法も一つあるのかなというふうには思ってますし、まあ、僕は基本的にはそれが。 いい方法なのかなと思っていますと。あとはですね、初心者の方で、まだ講座持ってないよという方がもしいるのであれば、バイビットの概要欄の方にですね、概要欄の方にバイビットの紹介講座っていうのがあって、紹介リンクが。で、それ通じて行っていただくと、僕の講座リンクを使っていただくと、入金額にをして最大450万円の取引ボーナスも使えるので、そういったボーナスを使いながら、 ぜひですね、こういったマーケットでのリスクっていうのを取っていただければなというふうには思っております。はい。で、今日のですね、一番注目しておくべきニュースなんですけれども、まずはですね、まずはもう圧倒的にこれなんですけれども、見ていただければと思います。で、今回ですね、大統領選挙に出ていた RFKJr. まあ皆さんもご存知の JFKJr.、ジョン F ・ケネディさんの思想の方なんですけれども、まあ、ロバート・ケネディジュニアさんというふうに言われていますが、 彼がですね、今回、選挙を戦うことをやめますというふうに発言をしました。そして、今回ですね、それにあたってトランプさんを支持しますよということを発言したんですね。で、それはすごく大きな問題というか注目ポイントになっていて、なぜかっていうと、このロバート・ケネディー家、まああの、ケネディ家っていうのは民主党の家系なんですよね。で今回はまあ自分で そういった所属なしで出ているわけなんですが、まあ、そういった民主党のある意味基盤を持った大統領候補がトランプさん共和党を支持するということが非常に大きなサポートになるんじゃないかというふうにも言われているのでこれを受けてですね今後マーケットではトランプさんの勝利というところをさらに後押しもしくは可能性というところにベットしてくる人も非常に増えてくるんじゃないかなと思うのですごく面白い流れの中で えーまあ、こうういいっったたニュースが出ててきたなというには思っておりますでこれを受けてトランプさんの勝利がまたもう一段近いかもしれないというふうに思った人たちが、まあ、そうなればですねソナの ETF とかっていうところの可能性も高まるので、えー、ソナのです、ね、ロングとかっていうのをしてるのかなというふうに、まあ、僕は邪推をしておりますと。でそれ以外にもやっぱり我々が気にしておかなければいけないのは今は経済指標ですよね。で経済指標っていうのは一応ですね来週 再来週見ていくと、まあまあ再来週っていうか、今週来週っていうふうに言った方が分かりやすいかもしれませんが、今週は正直あまりないんですよ、経済指標が。重要なものがないので、えー、あまり経済指標の観点では面白い週ではないんですけれども、来週のですね、9月6日の金曜日に雇用統計の発表がありますと。で、えー、これによって次の FOMC で2回利下げなのか、1回利下げなのかっていうのが、 マーケットどっちの売り込みに入るのかっていうのもですね、大きく変わってくると思うので、このあたりはですね、すごく面白いポイントにはなってくるんじゃないかなと思います。で、前回の、ちょっと僕の顔がもしかすると邪魔かもしれないので、一旦こちらの方を消させていただきますが、前回のジャクソン・ホールのタイミングでパーウエルさんは、もうですね、今以上に雇用が弱くなることに対して、すごくネガティブな反応をしていましたよね。で、かつポリシーに関しては、今こそ、 変えていくタイミングだということも発言をしていたので、利下げをしていくことはですね、もう間違いないと思うんですが、ここで1回になるか2回になるかっていうのは、まあ、結構ですね、マーケットへのインパクトというところは、まあ、変わってくると思うんですね。で、最初に2回することができれば、ここからしっかりと下げていくぞという意思表示だと思うので、さ、ま、ら、あ、なるですね、加速的な利下げの織り込みっていうのが進む可能性もあると思いますし、毎回毎回の フォミシで1回ずつ利下げをどんどんしていけるというような予測はですねさらに立つとなると利下げのペースというのがもしくはある程度早いペースでかつ長期にわたって可能なんじゃないかというような期待も高まるのでさらにですね仮想通貨のマーケットリスクマーケットというのは大きく上昇していくんじゃないかなというふうに思っていますとでそうなった場合当然のことながらなんですけれども 金利がですね、どん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 下がっていく。そうするとドルが弱くなる。で、ドルが弱くなるっていう時は、リスク資産をですね、どん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 投資に向かわせる。ていうか、リスク資産に対して投資するっていうのが加速するタイミングなんですよね。で、今、3日、4日前ぐらいに皆さんにご紹介をしたんですけれども、ドルのキャリートレードが起こってますと。これちょっと別の動画作るて言って、作れてないままになっていたんですが、ドルが今、今後どんどん金利が安くなっていくということで、 そのドルを借りて、それでどんどん投資を進めていくっていうことが、アメリカの基幹投資家の大手の投資家の中で、最近ちょっと流行りのトレードになり始めていて、それは長期にわたってドル安、つまりドルの金利が低下していく方に別途してる人たちがですね今増えてきてるんですね。で、これによって、さらなるリスクマーケットの資金流入が加速するんじゃないかというふうにも言われているので、今ですね、すごくやっぱり今後、投資をしていくタイミングとして、 悪くないんじゃないかなと思いますし、まあ、やっぱりですね、このタイミングでリスクを取らずしていつ取るかみたいな、まあ、状況にまでちょっとなってきてしまっているような感じもあるので、まあ、ここからですね、さらにそういった大きな資金を持った巨人の人たち、クジラの人たちが動き始めるタイミングになったので、まあ、そこのタイミングで、早いタイミングでできるだけリスクを取っておきたいなというのは改めて感じますね。僕僕はは日々の積み立てを僕は継続して やっていくっていうところと、もうだいぶ自分の資産の中では仮想通貨に入れているので、これ以上、あまり積極的すぎるような形で、資産をですね、仮想通貨に入れていくってことは、僕自身の中ではそんなにもうする必要ないなと思ってはいるんですが、もうあまり、もうというか、まだあまり仮想通貨だけじゃなくて、リスカセットに対して資金を入れきれてないなという方は、やっぱり早急に入れたいなと思う方もいるでしょうから、さっきご紹介したボーナスだったりを使いながら、 何かしらの形で、しっかりとですね、リスクっていうのは取っていただくと、まあ、僕はいいのかなと。ただし、短期で見ると、今日みたいに上がる日もあれば、まあ、来週ですね、あまりいろんなそんなにイベントはないので、また落ち着いたり、また雇用統計に向けて上がったり下がったりとかっていうふうにすると思うので、一日一日のそのバーティーティーにあまり心を惑わされないような状況で、投資をできる心の準備と投資手法っていうのを使って、 やっていいただければと思います、ねまあそれもあってさっきご紹介をしたんですけども、まあ、ドルコス座駅用で投資をしていったりとか、まあ、あとはしっかりとリスクちゃんと取りたいよという人はもう一気にガツンと取って、えー、しっかりと自分が本当に長期に、まあ、長期というあここから半年とか1年の間のタイミングでしっかりとリスク取っておきたいのであれば今,今そういうタイミングだと思うので、まあ、しっかりとですね、まあ、その準備をもう1日でしてしまうというのも、まあ、なくはないんですけれども、まあ、そのあたりは結構リスクに対しての えーまあ、いろんな意味での共用度。資金面でもそうですし、まあ、精神的な面での共用度というのもあるので、まあ、そのあたりを考えていただいて、えー、ぜひですね、投資活動に励んでいただければと思っております。まあ、あとはですね、日々僕の方は概要欄の方で、えー、テレ l e g のチャンネルのリンク貼ってますが、そこの方でも今ですね、いろんな情報を配信をさせていただいてますし、今週、来週に関しては、日本、そして韓国にも行って、いろんな投資家だったりとか、 コミュニティ、そしてプロジェクトの方々とお会いをして、いろんな情報を得てですね、まあ、そこのテレグラムの方でもいろんなお話をさせていただいたりとか、あとはですね、テレグラムの方でもライブできるんですよね。なので,で、ね、そのあたりでもちょっとライブをして、皆さんに今日はこんな感じでしたよみたいなご報告もできればいいなと思ってますので、ぜひそちらの方も登録いただければと思っております。はい、ということで皆さん今日も動画をご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。